本日は毎週やっている競馬配信に素敵なゲストを、お呼びさせていただきました。一人ずつちょっと競馬への思いだったりとか、最近買ったよっていうねだったりとかを教えていただけますと幸いです。それではじゃあペコラ先輩からいきま、あ、ちょ、ペコラ先輩最後でいいや。なんでだよ。ペコラ先輩ちょっと最後ですいません。了解です、はい、ではじゃあ、コンコヨからいこうかな。はい、みんなコンコヨ春ライブ独帰生ホドックスのずんの白衣こよりだよ。いや、こよはですね、うん、先日、ジャスティン・パレス単勝を当てまして、はい、なんか鈍い音聞こえたな。鈍い音聞こえる。なんだなんだ。机叩かないで。危ないよ。なんで今の音が机叩いた音って分かったのかな。名水だ、名水だったの。私机だって分からなかったね。シロン切ってる。ジャスティン・パレス勝ちまして、そしてしかもあの馬券的には勝たなかったんですけど、ディープポンドのね副賞も予想していたというのがありまして、今回も買っていきたいと思っております。よろしくお願いします。なんかでかくなったな。巨人の感じで。なんかでかくなっちゃったぞ。痛い痛い痛い。ちょっとどういうしすぎでは。どういうしすぎでは。あんまり急にこうやってでかくなっちゃった。進撃味あるな。進撃してきたぞ、ちょっと。今日は勝っていこう。買い方変えてるんだ。誰だこいつね。ねちょっとなんか占い師がペコちゃん以外勝ちますとか言ってるんだけど。占い師どこの人ですか。占い師当たる。なんかこのスパちゃんの人、やべーのピコマロです。こんにちは。占い師ペコちゃん以外勝ちます。未来から来ました。ペコちゃん以外勝ってます。いや、まあこれは今回はもうペコラお勉強としてきてるから、はい、やっぱもう自分をとりあえず信じよう。ね、そ、まあ、そうだね。自分を信じて負けてきたけど、自分を信じて、やっぱ一番人気のソウルオリエンスを単勝に。